ペルセフォーヌ像、ペルセフォーヌはアンドレジットの台本により、イーゴリストラビンスキーが1933年から1934年にかけて作曲したサンバからなるフランス語のメロドラマ。漢言楽、読唱、合唱、語り、舞踊を伴う演劇でギリシア神話のペルセフォーヌの地下世界への旅と再生を主題とする。セルゲイ・ディアギレフの没語。 アメリカに移住するまでの間、ペルセフォーヌはフランスからの注文で作曲された唯一の曲だった。ジットの死に基づく劇の音楽の作曲を1933年、はじめにリダル・ビンシュタインから依頼されたストラビンスキーは、ジットと協力して作曲を開始し、1934年1月24日に完成した。ストラビンスキーがルビンシュタインのために音楽を提供するのは、 妖精の切符に次いで2回目である。長年フランスに住んでいたストラビンスキーだったが、意外なことに、それまでフランス語に作曲したのはベルレーヌの2つの歌だけだった。ストラビンスキーとジットは、かつて第一次世界大戦中に、シェイクスピア、アントニーとクレオパトラの演劇を作るために、協力しようとしたことがあったが、ストラビンスキーがアントニーの衣装を現代人のものにするべきだと。 主張したために実現しなかった。ペルセフォーヌでは協力は当初成功するように見えたが、二人の間に意見の大きな枝たりがあることが次第に明らかとなり、不満を持ったジットはリハーサルや初演に参加しなかった。1934年4月30日にパリ国立オペラでストラビンスキー自身の指揮によって初演された。ルビンシュタインによる公演は3回だけで終わり、 その後も上演される機会は少ない。ストラビンスキーはこの曲を失敗作であり、お蔵入りにすべきだと考えていた。メロドラマという形式自体が失敗としていたが、後に、説教、説話、祈りと、洪水で、再びメロドラマ形式の劇音楽に取り組んでいる。日本初演は、2018年5月18.19、両日に開催された。 日本フィルハーモニー公共楽団の第700回記念定期演奏会において行われ、その模様をライブ収録した CD が同年9月26日にオクタビアレコードからリリースされている。エウモルポスが歌い、ペルセフォーヌは語りつつ、マイムを行う。それ以外のデメーテール、プルート、メルクディウスらは踊る。ストラビンスキー自身はペルセフォーヌと 語り手は分けた方がいいと言っている。演奏時間は約56分。妊婦たちと共に花を摘むペルセフォーヌが水薦を見ると、そこには地下世界の闇の中で苦しむ人々が見える。エウモルポスは彼らを哀れむと、プルートの妻にならなければならなくなると注意するが、ペルセフォーヌは自らの意志で地下の世界へ行く。地下世界がペルセフォーヌの前に出現する。エウモルポスは ペルセフォーヌに、冷帝の水を飲んで、すべてを忘れ、プルートーの妻として、地下世界に君臨するように歌う。メルクリウスがザクロを、ペルセフォーヌに与える。ペルセフォーヌがそれを食べると、地上のことを思い出す。地下まで持ってきた水仙の香りを嗅ぐと、地上の世界が見えるが、そこは、永遠の冬が支配していた。地上の人々は神殿を作って、ペルセフォーヌを呼び、 その声によってペルセフォーヌは地上へ戻り母のデメーテールに再会する。しかしペルセフォーヌは地下の人々の苦しみを和らげるために松明を持って再び地下へ下る。ありがとうございます。